こんにちは、にです。今日はウルトラマンルーブビッグサイズ即位フィギュア、こちらを見ていきたいと思います。スーパーソフィタイム。はい、ウルトラマンルーブのビッグサイズ即位フィギュアなんですけども、一般発売ではなくプライズ限定の即位となっております。いわゆるゲームセンターのクレーンゲームで撮るやつですね。で、取り扱いのゲームセンターはネット上でリストになっているんですけども、あまり数が多くなくて、うちから一番近い場所で高速に乗って1時間弱ぐらいな、そんなところしかなくて、まあ正直往復のね、高速代だけでオークションで売ってる値段を超えてしまうみたいな、そんな感じだったので、僕はオークションで購入しました。パッケージはこのような感じで、バンプレストのマーク、ここにプライズの文字が入っております。全1種類で、ここにね、ドーンとルーブのお姿載っているんですけども、箱がかなりでかいんですよね。ウルトラマンルーブビッグサイズ即位フィギュア、サイドも英語で同じようにウルトラマンルーブビッグサイズソフトビニールフィギュアと書いてあります。反対側も全く一緒ですね。で、裏側は、お顔っていうかね、バストアップの写真がドーンと載っていて、同じくウルトラマンルーブビッグサイズソフィギュアと書いてあって、作っているのは、富士トーイさんという会社が製造元で、で、販売元がバンプレストですね。それでは開けていきましょう。カッターで切っていって、さあどんな感じでしょうか。よっと、はい、お、ビニールに入ってますね。ずいずいずいと、あれ結構詰まってるな、出てこない、よいしょ。あ、結構みっちりで、あ、頭の方にね、なんかこれがついてた、これがついてたから上から開けた方が良かったんだね。で、袋から出していくと、ドーンと、これあれでかいな。めちゃくちゃでかいな。なんか想像してたのは、いわゆる一般的にね、発売されているウルトラビッグソフビと同じサイズかなと思ってたんだけど、それよりもでかいね。ちょっとどうしようか。ビッグソフビを横に持ってくると、こうですね。さらに一回り、二回りでかいっていうか、ちょっと普通のサイズのウルトラマンのソフビ持ってくる。はい、普通のサイズのルーブ持ってきました。並べるとこんな感じで、なんじゃこりゃこの巨大さ。せっかくだからちょっとロッソも並べようか。はい、ロッソとブルのビッ。あー、ブル。はい、ロッソのビッグソフビを並べるとこのような感じになります。いや、でかいねこれ。30センチオーバーあるね。じゃあちょっと一周ぐるっと見ていきましょう。回します。ぐる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 。プロポーションすごいいいね。そして背びれがやばい、めちゃくちゃかっこいい。で、背面もね、しっかり塗装されていて、塗装省略あるのかな、ちょっとわからないんですけども、かなりがっちりと塗装されております。成型色はすべてのパーツ黒ですね。いや、これはすごいよ。じゃあ細かくね、見ていきましょう。まずはお顔周りです。めちゃくちゃイケメンですね。目の部分白く塗装されていて、お顔銀色、ここのね、尖った部分、上の部分が金色に塗装されております。この塗装パターンについてはウルトラヒーローシリーズの小さいソフィと全く一緒なんですけども、回していくとですね、この背びれめちゃくちゃいいよね。銀色の塗装ずっとしっかりと伸びていて、ここね、ウルトラヒーローシリーズは頭の上の部分で切れちゃうんですよね、この部分。だけどね、この大きいビッグソフビはちゃんと塗装されております。で、さらに後ろの方行ってね、このヒレね、厚みがあるんですけども、この厚ぼったくなってる部分の後ろのところもちゃんとね、銀を塗装されてますね。ここが黒いとね、ちょっと強ざめっていうか、そういった部分ね、全く四角ないですね。そして反対側行って、こう大きく造形されているね、耳の部分とかもすごいよくできてますね。ほんと素晴らしい。で、まあウルトラヒーローシリーズのね、ソフビを横に持ってくると、ちょっとサイズが小さいからうまくこう比べられないんですけども、ちょっとね、あのウルトラヒーローシリーズの方が重長な感じで、スッとした感じかな。でも劇中に近いのはこのビッグソフビの方が近いんじゃないかなっていう気がするんですけども、どうでしょうか。うん、すごいかっこいい。
次は胸周りです。サイズが大きい分かなり細かく作られてますね。カラータイマーの縁の部分銀色に塗装されていて、こういった細かい部分もねしゃっきりシャープに造形されております。素晴らしいです。でラインのデザインもね途中で省略することなく、こういったね金色と銀色のラインしっかりと後ろに伸びてますし、肩口もねここで切れちゃうとかそういったことないですね。腕の部分も銀色に塗装されていて、そして見どころのね背中でございます。もうここほんと最高。ちゃんとね前から続いていて塗装省略ないですね。これね金色と銀色めちゃくちゃ綺麗です。背びれもね頭の部分から塗装途切れることなくしっかりと塗装されていて、もう最高だね。この背中を見るためにこれをゲットしたって言ってもいいぐらい、それぐらいすごいよくできております。でウルトラヒーローシリーズと違うところを簡単に言っていくと、まず肩口のねこのラインがウルトラヒーローシリーズここで切れて、そして腕のここの銀色も塗装ないです。あとこの金色のラインも省略されてますね。カラータイマー周りねウルトラヒーローシリーズ頑張ってるんですけども、銀色の縁のこの部分がなくて、まあモールドは入ってるんですけども、ここまでねしっかりとは見えないっていう、そういったところでしょうか。まあね500円のソフビでねこの小さいサイズのものとこう比較するっていうのは本当心苦しいんですけども、一応ね、まあ、どう違うのかっていうのをねこの後も説明していきますね。次は腰回りです。ここもすごいいいですね。腹筋の部分過剰に造形されているとかそういったことなく、すごい自然な仕上がりになっております。ラインもね省略されることなくしっかりと脇腹の部分ね塗装されていて後ろに伸びていき、腕の部分ねここ青く塗装されていて、でウルトラヒーローシリーズはねこの辺の金色とかも省略されていたんですけども、しっかりと一周ぐるっと塗装されております。でお尻セクシーだね。この前からずっと伸びてきたラインがねお尻の方に来ていて、背びれの部分もねお尻のここの部分までしっかりと塗装されております。かっこいいやっぱりね連続してちゃんとねラインがこう塗装されているのはたまんないですよね。反対側の腕もこういった感じで塗装されております。ちょっとここのラインをねしっかりと見ましょうか。これですよ。これウルトラヒーローシリーズではよっとこういう感じでここでねパツンと切れて、金色のラインは腰で切れちゃってるんですよね。だからそういったところでねこうしっかりとラインが続いているのが分かるっていうのはすごく嬉しいです。このままね足元の方まで行っちゃいましょう。はい、膝のね部分はこういった感じになって金色のラインがずっと伸びていって、そして足元に続いていくと、この辺はね普通のウルトラヒーローシリーズと全く同じですね。後ろ側はねこの辺はもう塗装はほとんどなくて、で、まあ、先ほど見た部分のね下の方ですね、こういう形になっております。さらに前に戻っていこうか。はい、前に戻っていくとここのラインがねこういう風に伸びてってるんですよね。ここにね銀色の線がこう入ってるのは僕知らなかったっていうか、この側尾を見て気がついたっていうね。いや素晴らしいね。で足の裏はこういった感じで金色に塗装されております。パーツの分かれ方は普通のソフビと一緒で、上半身下半身両腕の4パーツとなっております。ただ稼働する箇所は腕のみですね。素材がちょっと固めな素材でできているので腰の部分接着されてはいないんですけども、回すことがちょっとできないです。はい、プライズ限定のソフビウルトラマンルーブビッグサイズソフビフィギュアを見ていったんですけども、いかがだったでしょうか。いやこれはねほんとすごいですね。まずとにかくでかい。ウルトラビッグソフビも結構大きさあるんですけども、それの 1.5 倍ぐらいあって圧倒的な迫力ですね。あと大きい分細かく造形ができるので、カラータイマー周りとかねすごいよく作られていて、こういった部分も素晴らしいと思います。個人的には体のラインがすごい好きで、ウルトラビッグソフビはねちょっとマッシブなアレンジ入ってるんですよね。胸腰太ももの部分でボンキュッボンっていうラインなんですけども、このルーブのビッグサイズソフビはフラットなラインって言えばいいのかな、すごい自然な感じな形になっていて、まあ、こういうアレンジした形もね悪くないんですけども、僕はねこの形がすごい好きですね。あと塗装ね、これは本当素晴らしくて省略ないんじゃないかな。どの角度から見ても本当ねウルトラマンルーブになっていて最高です。特にねこの背中ね、この背中を見るためだけにこの側尾をゲットしてもいいぐらい
本当によくできていて、この太もも裏からねお尻のところにラインが伸びていくこの感じ、セクシーでいいですよね。最高です。ただねこの最高な速ビプライズ限定っていうね大きなハードルがあるんですよね。でもねそのハードルを超えるだけの価値はこの速ビにはあると思うので、ルーブね好きな人はぜひ頑張ってゲットしてみてはいかがでしょうか。もう本当おすすめです。はい、今日の動画いかがだったでしょうか。もし面白いなと思いましたらチャンネル登録や高評価よろしくお願いします。それではまた次の動画で、バイバイ。